厳しいコースはあるんですけど、うん、そこはもう今までやってきた忍耐力で頑張りたい、うんうん、1ヶ月600キロの練習量を積んでおり、今年はですね、まあ、茨城県の代表というだけじゃなくて本当に茨城県の名をですね、全国に知らせてみられるように頑張りたいと思っております。じゃあ2人頑張れば肉までいけるか、トップで3年ぶりの出場というようなことになっておりますので、まあ、3年ぶり頑張ってこれるように、春の全国選抜がベスト8でしたので、これを超えるような、結果を残したいと思って選手たちは頑張ってくれています。どうぞよろしくお願いいたします。もう中学校の時からラグビーやっていきたいと思ってる。はい、正月の選手権の代表権を手にすることができましたので、まあ、ここ去年おととしと2回戦で負けてしまったんですけれど、まあ、その上 の全国制覇を目指してですね、本年度も精一杯頑張りたいと思っております。そうですね、まあ、全国サッカー選手権大会にも出場したいと思い来たんですけど、うん、やっぱり監督の下でやりたいなと思いました。4年前ぐらいに全国でベスト4になった年があって、うん、その頃からかなり有名になりました。両方お待ちしてるんで、皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。